新甲子園球場が異様である。スポーツっていうのはファンといかに一体になれるかどうか、なりきれるかどうか、そこに初めてプラスアルファをもたらし、起死回生のね、勝利を導く、そういう要因という、そういう一つの論理からいきますとね、特に今年の阪神ファンはですね、まさに自分のね、仕事も何も家庭も投げ打ってですね、阪神優勝秘書にただ一つはね、1年間それをね、もう純粋にですね、これを応援し支援し続けたというね、あの一つのこうファンのね、背景というものはね、やっぱり大きな阪神のチームの方から見れば、これは何もにも勝るね、大きな僕は武器であったんじゃないかと、そう思いますね。日本プロ野球の歴史にかつてこんな熱狂的な応援があっただろうか。確かに今年のタイガース打線は人を酔わさずには置かない凄まじい破壊力を持ってはいるが、一体なぜ20年間も優勝の二文字から見放されていたタイガースにファンはこれほど熱狂するのだろうか。そういえば今年は日本中の注目を集めた話題はやけに関西に集中しているような気もするのだが、良くも悪くも今年は関西の年なのだろうか。タイガースの優勝がその集大成となるのだろうか。